アントリフトタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ホーゲルスベルク郡の町村である。アントリフトタールは、南のホーゲルスベルク山地と北東のクニュル山地との間のアントリフト川の谷に位置している。この町の面積26.59平方キロメートルのうち54、54%が農業に利用されている。アントリフトタールは、北は、ビリングスハウゼン、東と南は、 アルスフェルト、西は、キルトルフ、北西は、ノイシュタットと境を接している。ヘッセン州の地域再編に伴い、1972年1月1日に、カッツェンベルク及びベルンスブルクに属していた4つの村が合併して、自治体アントリフトタールが形成された。この町は、以下の地区で構成される。調整機関は、ルールキルヒエンにある。アントリフトタールの町議会は、 15議席からなる。2007年8月26日の選挙で、それまで18年間町長,長を務めた無所属のヨハネス・アベルドゥングは、対立候補のないまま87.1%の新任票を獲得し、4期目となる長長職に就いた。この選挙の投票率は52.9%であった。この他に、ザイベルスドルフ地区は、 バイエルン州オーバーフランケンのマルクトローダッハ町内、ザイベルスドルフ地区と友好地区協定を結んでいる。ズンガラ、赤字に互いに背を向けた日本の銀のお飲みどころは、美しい木組建築群のほか、ベルンスブルクの中世風のプロテスタント教会や、ルールキルヒエンの13世紀の水木跡がある。広大な紅葉樹や、針葉樹の森、草原や野原を持つ、緩やかな丘は、 ホーゲルスベルクとクーニュル山地との間の見事な中引く山地地形を作り出している。こうした環境は散策、乗馬、馬車で出かけるのに公的であり、アントリフト側の石戸根湖には水浴施設もある。ルールキルヒエン地区には基礎家庭学校が1校と幼稚園が1園ある。ありがとうございます。